皆さんこんにちは、きのこと東さんです。今日はですね、東さんにですね、とあるお店に連れてきてもらいました。はい、こちらです。はい、こちらは何のお店ですか？こちらは僕がいつも通っているメガネ屋さんです。あ、メガネ屋さん、メガネ屋さん、東さんの行きつけのメガネ屋さんに今日はちょっとやってきました。あるメガネを探しに東さんにもう一度連れてきてもらいました連れてきましたお願いします。 お願いします。では早速行きたいと思います。はい、今日はこちらのメガネ屋さんにやってまいりました。よろしくお願いいたします。東さん、はい、自己紹介をじゃあお願いしてもらっていいですか？僕の、はい、あの先生ですね。あ、先生メガネの先生。メガネの先生、はい、つまりじゃあメガネ界の巨匠です。あ、巨匠そんなこと巨匠ありがとうございます。すいません、じゃあ再度すいません、お手数なんですが自己紹介をお願いしてもらっていいでしょうか？はい、クラインアイウェアの、マネージャーをやっている矢沢と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、矢沢さんと東さんは何のおつながりなんですか？スタイリストの、まあ、僕がアシスタントしてた時の、まあ、リースをさせていただいて。あ、以前はここのお店ではなかったんですけど。あ、そうなんですね。その時も感じてて。感じてた、何を？フィーリングでもうこの人はヤバい人だなっていう。僕も、はい、僕もというかその前のお店の時に、そのメガネのモデルさんを探していて、いろんな人がこう候補に上がったんですけど、はい、僕は東さんを激推ししてて。そうだったんですね。その時ってそう、本当にアシスタントさんだったんですけど、あの人には何かあるあの人には何かあるなんかその雰囲気もすごくある人だったので、そう、ぜひ出てほしいなっていうのはもうその時からやっぱり僕も感じてましたね。初めて聞きましたね。あ、まさかの初めてトークをこの YouTube でスタートしちゃうみたいな。テンション上がりました。あ、いいですね、いいですね。もうテンション上げていきましょう。今日はじゃあちょっと皆様よろしくお願いいたします。お願いします。ということでですね、今日はですね、以前一度私もお伺いさせていただいてるんですけど、はい、どうしてもちょっと今私あの欲しいメガネがありまして、はい、でちょっとそれがツーブリッジのメガネなんですね、はい、で今年一番かけたいメガネっていうのもあるんですけども、はい、よかったらツーブリッジもなんですけど、こちらでおすすめのメガネなどもあればよかったら教えていただきたいんですけど、よろしいですか？もちろんです。じゃあちょっといろいろ出してみます。はい、お願いします。はい、ちなみに東さんは最近一番かけたいフレームとかあるんですか？一番かけたいフレーム、僕でもこれって決めていくってよりか割とフィーリングで、あ、フィーリングなんですね。今かけてらっしゃるメガネはどちらのですか？これもここで買わせていただいた。あ、そうなんですか。このジュリアスタートっていう。あ、タートなんだ。これは 2本色違いで。あ、2本もあるんですね、色違いで。一番好きです。へ、東さんもドツキですよね？ドツキです。あ、ドツキですよね、やっぱりですよね。目が悪いんで、そうですよね。体の一部に。一緒です、同じくですこっちツーブリッジで、はい、こっちがおすすめ。へえ、今おすすめのやつです。ありがとうございますこれが、はい、ギルトンクラシックっていう。ああ、聞いたことあります。そう、イギリスのもうメタルのヴィンテージのメガネとしては、もうここを抜きでは語れないっていうような、もう伝説的なブランドですね。はい、でそのデッドストックの、ヴィンテージ。あ、デッドなんですね。そうなんです。もう、ちょっと、海外の展示会で見つけたので、はい、そちらです。はい、そうで、これは坂本龍一さんも生前ご愛用だった、はい、ジャック・デュラン。これはもうまさに坂本さんがかけていらしたモデルですね。はい、あのブランドの中でも人気の506っていう品番です。でこれは80年代かなの、これはヴィンテージのメガネですね。なんかこの丸型って、そのきのこさん前に丸型のメガネもかけてらしたかなと思うんで、はい、なんとなくそのイメージもあってちょっと持ってきてみました。 ありがとうございます、はい、すごいイメージ持ってきてくださって、色もこう綺麗な
感じですね。これもデッタのヴィンテージ、はいはい、でこれはイタリアのレトロスーパーフューチャーっていうブランドです、はい、レトロクラシックなものとスーパー、うん、モダンなもの、うん、この2つ の, その要素を掛け合わせて、うん、その新しいものを作りたいっていうその彼らのブランドの意思っていうか哲学みたいなのがあって、うんうん、そのクラシックなデザインをベースにはしてるんですけどシェイプだったりサイズ感だったりその色使いだったりで、うん、こう非常にこう新鮮なその今のこうファッションスタイリングにもバチッと合うようなあ、はい、メガネ作ってますね。こううちだと若いお客様にもご年配の方にも年齢層問わずでめちゃめちゃ手に取ってもらってます、うんうん、あそうなんですね、はい、これもそうだあ一緒なんですね。レトロスーパーフューチャーで大理石みたいな、はい、すごい綺麗な柄感で確かに最近だとこういうちょっとこう横長なこうシェイプのこうものってメガネサングラス問わずすごく人気なんですけど、うん、そういったのもかなり出してますね。こちらのサングラスなどは、はい、基本ドア入れれるんですか？うん、あのドア入ります。あ入るんですね、はい、お客様の度数だったり、はい、そのフレームの構造によって、はい、中には入れられないものもあるんですけど、うんまあ、大体いけちゃいますね。あ、うん、そうなんですね。で続いて右側にあるのは一つずつすいません、はい、お願いしていいですか？はい、まずこちらが、フランスの、高級メゾンエステーデュポンのヴィンテージのツーブリッジフレームです。シャキーンって音のする有名なその金 の, この模様のこう入ったライターとかが有名なブランドですね、エステーデュポンで。あと最近だと万年筆とか革小物とかも出してます。そうあ元々そうか、元々ライターと万年筆が有名なメゾンですね。でもこうあんまりメガネを作ってるっていうのは今までこう全然知られていなくて、はい、あそうだったんですね。そうなんです。これも7、80年代ものだったかなのヴィンテージのデッドですね。50年前ってことですか？そうなりますね。はい、そうですよね、うん、でも状態もすごく良くて新品みたいですね、はい、うん、かわいい。これはかなりおすすめです。下は何ですか？こちらは、はい、これはギャレットライトっていう、カリフォルニアの、はい、ブランドの、ツーブリッジフレームですね。とオリバーピープルズ、はいはい、のそのデザイナー、創業者のラリーライト人がいるんですけど、そのラリーの息子ギャレットライトが立ち上げたブランドですね、うん、あそうなんですね。そうなんです。小さい頃からそういったヴィンテージのメガネに触れてきて、はい、自分の好きなもの、そのファッションだったり、うんうん、そのストリートカルチャーだったりも全部盛り込んだ、うん、その今までのアイウェアブランドにはないようなその感性を持った人たちですね。少し前のブランドのビジュアルなんですけど、わあ、かわいい。めちゃめちゃかわいいんですよ。おしゃれですね。この人がギャレットですね。あ、この方すごいですね。ファンキーな。そうなんです。あのおじさまですごいこうナイスな人で、はい、もう会うとあもう久しぶりよみたいな感じで、うんうん、話しかけてくれるんですけど、うんうん、そうスタイリングもちょっと前なんですけどね、はい、22年なんですけど、このメガネのアイウェアのブランドのルックじゃないみたい。確かに。そう古着だったりこうちょっとストリートな感じに、うん、こう自分たちのアイウェアをミックスしてっていう感じですね、っていうところのアイウェアですね。オリバーピープルなんだ。で下のこちらのゴールドの、あこれもヒルトン、これもヒルトンの、ヒルトン実はこういうツーブリッジ型も出していて、はい、すごいレアであんまり市場にも出回ってないんですけど、はい、そうこれも残っ、これもちょっと見つけたんで、あ、はい、一緒に仕入れてきました。これもヴィンテージですか？これもヴィンテージですね。はい、ヴィンテージのデッドです。デッド、すごい、こんなに全部状態がこんなにいいんですね。そう、基本的には、僕はヴィンテージ買い付けるときは、はい、その未使用品のみ、デッドストックのそのもののみを買い付けるようにしてます。あ、そうなんですね。はい、で、その買い付けた後に、うん、やっぱりこう時間が経ってるとその歪んだりこう状態が悪くなってるものもしっかりメンテナンスをしてから出してるんで、そこはしっかりと安心してかけてもらえると思います。ありがとうございます。こちらのメガネはどちらのですか？はい、これもね、ヴィンテージで、はい、これは超珍しいんですけど、超珍しい、はい、ブランドはニューヨークのブランドです。60年代に創業したセレクタっていうブランドなんですね、はい、でそのセレクタは、ドイツからニューヨークに移り住んだ人がそのニューヨークで始めたブランドなので、うん、そのドイツにいた頃の
そのパイプというかコネクションを使って、うん、そのヨーロッパとか、うん、そのまあ、イタリア、フランス、オーストリア、ドイツで製造してたり、だからその世界各国にいろんな生産拠点というかパイプを持っていて、うん、これ香港製なんですよ。どういうことですか？ニューヨークとドイツと香港そう、世界中にその生産拠点というか工場、その仲のいい工場があって、うん、基本はヨーロッパで作ってるんですけど、はい、そのこれは一番変わり種で、なぜかこれだけ香港で作ってるっていう、メガネの中で香港製ってほとんどないというか、僕も見たことなかったんですね、はい、香港にそもそもメガネの工場があったんだっていう、そういう感じですね、これは。香港製 の、 もうすごいこんがらがりますけど、はい、ドイツ出身のデザイナーがニューヨークで立ち上げたブランドで、はい、香港製すごい世界に股にかけちゃってるって、ね、多国籍ですね、本当にいろんな国で作られてるっていう、すごい思いが詰まった一本ですね、はい、ちなみに東さんはどれが一番今この中だと気になります？僕はやっぱこれですね。あ、ちょっと待って、同じもの見てるじゃないですか。私もこれ全部気になってます。これキノコさんすごいお似合いになると思いますね。え、本当ですか、はい、え、ちなみにこっち側だったらどれ気になります？こっち側だったら、いやでもやっぱちょっと僕もヴィンテージ好きなんで、ヒルトンクラシック。あ、ヒルトンクラシック、うん、え、じゃあちょっと早速いろいろかけてみましょう。キノコちゃんこれかけたいと思うんで、パーソンしてくれるじゃないですか。空気を読んで、僕は空気を読んで空気を読んで空気を読んで、はい、こんな感じです。おー、めっちゃいい。めっちゃいいっすね。めっちゃいい。いいですか、うん、ああ、僕はさんもかっこいい、似合いますよ、うん、目が悪いんで、はい、全然わかんない。あ、すげえいいと思います、うん、これも勧められてますかね、もしかして勧められてます今日それが一番いいです。僕のところ途中からはそれネイビーの生地ですね。ですよね、めっちゃ可愛いですよ。普通黒じゃないですか、はい、そうですよね。そう、それがよく見るとこう分かるぐらいのダークネイビーっていうのがなんかこうグッときますよね。品がいいですよね、うん、すごく綺麗。この感じもおもちゃまかおもちゃまかおもちゃまかで、これは例えば今はレンズ何も入ってないんですけど、はい、例えばこう薄くカラーレンズを入れると、はい、もっと馴染みます。サイズが大きいかなっていうもので、そのレンズの内側のこう余白が大きいとそういう風に感じやすいんですよ、はい、そう、目に対してこの肌色の部分が多いと大きいなとかちょっと癖強いなって余計見えちゃうんですけど、薄くでも色を入れてかけるとうまく引き締まってくれるんで、そのちょっと癖強いメガネかけたいなっていう時にこうクリアレンズだと難しいなって思っても薄く色入れるだけでグッと締まって馴染んでくれます。これ結構お客様にもおすすめしてますね。東さんは今何買ってるんですか？これはヒルトンクラシックのツーブリッジです。めっちゃ似合いますね。でちょっと僕にはでかいよ。このもん、うん、サイズ感的にはやや大きいかもしれないですね。なのでこれもちょっとこう色を入れたりしてもいいし、これはあれ色でも入ってますよ。ちょっとこれ、ね、その昔のヴィンテージのメガネなんで、はい、天井のレンズがうっすらこう変色してるのかもしれないですね。そうなんですね。そう、すごい。でもこの色が綺麗、ね、こう、うっすら茶色っぽくなってる、うん、はい、この感じもいいですよね。だからこれぐらいの色入れるっていうのも全然ありだし、はい、そう、そのレンズをどう、 こうアレンジするかでも雰囲気ってまたグッとこう馴染み方ってグッと変わってくるんで、確かにそういうのも全然こうお店でいろいろご相談していただけると思うんですね、うん、あ、はい、そうなんですね。あのあれですよね、東さんはやっぱりスタイリングがちょっとこう大きめのスタイリングっていうか、うん、オーバーサイズめのスタイリングだから、うん、これぐらい大きくてもやっぱ結構様になるっていうなんかあれですけど、確かにハマるんですよね。確かに確かに、ぐちゃぐちゃだからもう逆にもうちょっとちっちゃくてもいいかなとは思うんですけど、そういやすげえいいですね、うん、最高です。この粗さがいいと思う、粗さがいいと思ってます。時間はねすごい今っぽいんですよね。ヒルトンクラシック、こんな感じです。結構あれなんだけどコメディアン、かわいい、かわいい、なんかキャラクター。そう、これ面白いこと言えなかったらやばそうだ。え、でもすごいバッチリですよ。選ばないかもしれないですけど、うん、まあでも新鮮かな。新鮮、自分では選ばない。お、いい、そういいっすよね、うん、
夏感がすごい。サマーって感じ。サマー。皆さん、サマー。うん。おお、それいい。ちょっとヴィンテージ感ありますね。ありますね、これ。それめっちゃいい。これも大きめサイズなんですけど、はい、そのキノコさん、お顔小さいじゃないですか。この目と目の間の、ここのブリッジっていうところ、はい、そうです。この橋渡しの距離が短ければ、うん、結構そのお顔小さい人でもハマりやすいんですよ。あ、じゃあここがじゃあ逆に広いとちょっと違和感出ちゃうんですか。そう、その目が逆にすごく内に寄って見えちゃうんですよね。あ、ここが長いせいで、レンズとレンズの間がグーって離れちゃうから、うんうん、他の小さい人だと自分の目と目の間の狭さが際立っちゃう、はいはい、あ、逆にこれは そこが狭いので、はい、ここで大きめフレームだけど真ん中が狭い分、うん、あのお顔小さい方でもハマるんです。赤い、そう、赤いワインレッドみたいな、うん、感じの丸目がね、え、可愛いですよ。私だね、私になりましたね。キノコ2みたいな。キノコマーク2みたいな。兄弟、ね、レトロになりますね、うん、でもこの赤があるからちょっと今っぽいというか、うん、確かに、うん、ちょっとアクセントになるいいですね。可愛、ね、うんうん、いいです。キノコちゃんになりたい方はぜひ。キノコちゃんになりたい方そうですね、現行でこれだってなかなか設定なんですよね。なんかヴィンテージでも1本何十万するようなヴィンテージってヴィンテージの専門店さんには置いてらっしゃるんですけど、もうそれはもう そういった専門店さんにお任せして、僕はなんかそのヴィンテージの中でもなんて言うんだろう、その古着でもレギュラー古着で面白いものってあるじゃないですか。あります、うん、このディティールなんだろうみたいな、うんうん、この色何みたいな、そういうちょっと面白い、うん、あの発見があるようなものを、ね、あの中心に買い付けてるので、なんかこういう掘り出し物もあるかも。あでも面白いですね、はい、なんか探しになんかちょっと手軽にというかですね、うん、価格帯も現行の他のブランドと、同じぐらいか、うん、もう少しお手頃ぐらいの、うん、プライスでやってるので、うんうん、その本当にこう他のブランド、いろんなブランドと同じようになんかそのヴィンテージも気軽に手に取ってもらえると、はい、なんかこうメガネの楽しみ方っていうか、うんうん、がもっと広がるのかなって思います。もう素敵すぎてちょっとハートを送りしといていいですか。ありがとうございます。すごい、これ初めてやりましょう。じゃあこうやってあ、うん、しっくりくる、しっくりくる、しっくりきます。ぜひお鏡で、まあ、ですね、あ、こういう色は別光で、これなんていう、確かに何ていうんですか、別光の、まあ、これも別光、まあ、別光ですよね、の一種ですね、そう、黄色と黒の、うん、いわゆるその柄がはっきりした強めの別光柄です。だから氷柄別光っていう人もいるし、はい、キリン別光っていう人もいる、キリン別光って何ですか。私も初めて聞きました。なんかそんな感じの、そう、柄感が強くて、そう、このジャックデランって結構この表側が艶消し加工になってるんですよ。確かにマットですね。そう、でもこの側面、この横は艶ありなんです。あ、本当だ。これでいい具合にそのなんか立体感というか陰影がついたような感じになって、柄がうまい、まあ、なんかほんのり中和されてでこうかけやすかったりもするし、うんうん、なんかこのエッジがカリッと立った切りっぱなしみたいな、はい、そのエッジの立った質感だったり、こうシンプルに見えて飾りとかがないんですけど、そのディティールはギュッとこう詰まった、へ、はい、そう、この形がちょっと珍しくて、あ、そうなんですか。そうなんです。このクワドラって呼ばれるイギリスでこうイギリスのヴィンテージにたまに見られるような四角型、はい、あ、へえ。メガネの四角型ってもうちょっとこう横長の長方形か、逆にウェリントンって呼ばれる、うん、上の辺が長くて下の辺が短い逆台形みたいな、いう形が一般的なんです、はい、このメジャーなんですけど、このクワドラっていう形はその逆台形ではなくて、まあ、くびれがなく寸胴でストンって落ちるような、あ、このへ、で角が取れて気持ち丸みのある四角形、あ、確かに、そうなんです。このちょっとやぼったい感じのこうシェイプがそのこの形の特徴なんですね。そう、なんか
あんまりなんていうんだろう、強くなりすぎない、うん、あのいい具合にこう抜けがあるシェイプですね、うん、ちょっとカチッとしたスタイリングとか、うん、なんかそのそういう雰囲気出したいときはやっぱり細フレーム、メタルのフレームをおすすめしますね。横すごい綺麗です。綺麗ですよね、うん、思いました。そう、もう全部普通のドサルって感じですね。ですね、同じメタルでもここのあたりの方がもうちょっとこう厚みがあるかもしれないですよね、うん、なんかその金属の素材の作り方もからその非常にこうクラシックっていうか、うん、このヒルトンが製造されたのって60年代以降なんですけど、はい、その製造技法は1930年代とかのもっと昔のメガネの製造技法をずっと愚直に続けてたんですよ、ここの工房の人たちって、はい、なのでもう本当こう30年代とかのメガネの作り方で作られているメガネですね。あ、確かにこうくびれがない分クラシックに見えますね。見えますね、うん、これヤバったさが逆に抜け感に本当に大人っぽく見えます、うん、やっぱり2周ぐらいメガネかけ回った人が行き着きそうな感じです、はい、あー確かに確かに確かに、そう2本目3本目とかで手に取っていただく方多いと思うんですね、うんうん、でもどれもあれですね、あの私もちょっと最近思うんですけど、30、40代、50代とこう年重ねてもずっと同じメガネかけたい人なんで、なんかそういう風にこう年重ねても味が出そうというか、あー、それはすごいあると思いますね、はい、そうなんか自分のものに徐々にしていくというか、うん、メガネと共になんかこう成長年重ねる感じ、はい、一番メジャーな形こっちだったっすね。あ、そうなんですか。これもよかったら買ってもらってもいい。 ありがとうございます。せっかくなんで、こちらが、あ、でもさっきと違うんですか。そう、これはパント型って呼ばれる日本でいうボストン型ですね、パント型っていうのが日本でいうボストン型。あ、はい、あのボストン型って海外だと実はあんまりこう通用しないんですよ。あ、そうなんですか。ワードとしてその海外のメガネ関係の人たちと話してても、うん、ボストンといっても、ま、何それみたいな感じ、うん、海外だとパント、こういう形のことをパント、もしくは P3 呼ぶことが多いんです。でその言われについては多分語り始めるとなんかものすごい長くなるんで、ちょっと省略するんですけど、はい、そうなんです、ヨーロッパではこういう日本でいうボストン型のことをパント型って呼ぶことがとても多いんです。そう、でこのパント型の代表的なモデルですね。これはヒルトンのパント。そうで、よく言うクラウンパントっていうのは、はい、このパント型の上に王冠、クラウンを乗せたような感じだから、そのクラウンパントっていう感じなんです。そのこのパント型の上のラインがカクッとしてる。あ、うん、そう、そのカクッとしたのが王冠をかぶせたような感じだから、そのクラウン、王冠を乗せたパント型でクラウンパントってい いう意味合いなんですね。こんな感じです。代表的な形だそうで、うん、どうですか。かわいい褒め合い、まあ、キノコちゃんでやったらあれですね、あのメガネを毎月交換し合おうかって話をしてましたもんでも意外かもしれないです。普段なんかやっぱちょっとフレーム太いイメージがあるから、細いとちょっとまただいぶ印象変わりますね。関西人で強調したいどういうことですか。炎上するかもしれない。大丈夫大丈夫、そんなの炎上しない。みんなあの優しい人だから大丈夫です。見てくださる人ありがとうございます。こんなこともあったりしますね、すごいたくさんある。どれ買いますか。わ、悩みますね。最初決めてたのがあるのに、最初ちょっとこの子デュポだったんですけど、うん、デュポも良かったですけどね、どうしよう。じゃあちょっと皆さんどれを買ったかまたちょっとご報告をさせていただきたいので、一旦悩むとね時間かかっちゃうから、一旦ちょっと皆様が楽しみにしてたんじゃないでしょうか、質問コーナーをしていきたいと思います。今日はですね、皆様からたくさんご質問をいただいた内容をですねまとめさせていただいたので、その中からちょっと数点だけにはなっちゃうんですけども、あのいろいろとご質問させてください。まず一つ目が結構多かったんですけど、顔の形によってどんなメガネを選べばいいでしょうかというご質問がありましたが、うんうんうん、いかがでしょう、はい、そうですね、うちのお店だと顔の形はもちろんなんですけど、はい、まずその
お顔のそのサイズと眼鏡のサイズをしっかり合わせることが一番大事、っていうお話をしていて、例えばこのレンズの端から端まで、この片方のレンズの端から端までの距離のちょうど真ん中ですね、はい、この真ん中と黒目の真ん中、はい、この2つが、まあ、近ければ近いほど、うん、その中心に近いほどそのメガネがかけた時に馴染んで見えるんです。このレンズの端から端までのサイズとこの真ん中の部分、ブリッジって言います、このレンズとレンズをつないでる部分の長さがあるので、うんうんうん、それとそのお客様それぞれの黒目と黒目の間の距離、はい、こういったものをしっかり合わせると、うん、そのまずお顔に馴染むメガネが見つかります、うん、逆にその広いメガネが欲しい、言ったら私だとシェイディキャラクターみたいな、うん、ちょっとコスモみたいな大きいメガネが欲しい場合はどういうふうに選べばいいんですかね、はい、そうですね、そのスタイリングによってっていうのももちろんあるとは思うんですけど、はい、例えばそういう個性的な大きめのメガネとか、うん、太めのメガネを選びいただく場合だったら、そのお顔小さい方だったらこのレンズとレンズの間の部分、はい、ブリッジが狭いものを選んでもらえれば、うん、レンズが大きくても結構馴染んじゃいますね、うん、あさっきもおっしゃってましたもんね。そうなんです、うんうんうん、そこのそのメガネのサイズってこうレンズだけじゃなくてここの部分もあるんで、そのバランスをしっかりしたものを手に取ってもらうと馴染むと思います。お、はい、一応そのサイズについては、うんうん、はい、うちのお店の YouTube チャンネルでも、はい、自分の顔の、はい、サイズ、横幅と黒目と黒目の間の距離が測れるアプリっていうのをご紹介した YouTube 動画とかもやってるので、はい、もしよかったら、うん、そこから自分の顔のサイズっていうのを測ってもらえると、うん、目と目の間のサイズも測ってもらえると、その自分に合うメガネっていうのがより分かるかなと思います。確かにメガネ選びで楽になりそうですね、逆に。 それも調べとくと、うん、私もちょっと後で見てみます。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。ではちょっと2つ目なんですが、これも多かったです、視力が 0.1 だったり、こう度が強くて、あの眼鏡の目レンズで目がちっちゃくなっちゃうらしいんですね。で目がちっちゃくならないレンズっていうのはありますか。はい、はい、これやっぱりお悩みの方すごく多くて、うん、そのなんでレンズが厚くなってしまうのか、うん、その度が強いっていうのがもちろんなんですけど、レンズが大きいフレームを選んでしまうと、度付きのレンズって厚くなってしまいがちなんですね。黒目の中心からレンズのこの端までの距離、この真ん中からレンズの端までの距離、これが長ければ長いほどレンズってどん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 厚くなってくるんです。これはまあ近視なのか遠視なのか、そういう目のタイプによってもその変わってくるんで、うん、全部がそうっていうわけではないんですけど、うん、その大体のお客様は、その近視のお客様は基本的にレンズの端までの距離がこう長ければ長いほどレンズの横から見た時の厚みもどんどん増してきちゃう、うん、なので大きめのフレーム、同じようなメタルでもこういう小さめのフレームの方が、その同じ度数同じレンズの、うん、その種類で作っても薄く仕上がります、うん、目が小さく見えづらい、はいはい、その渦を巻いたような感じとか、その端のこうグリッとした厚みのある感じっていうのは出づらいです。あとは、まあ、そのこういったメタルのフレームだと端の厚みっていうのが薄いので、はい、厚みがダイレクトに出ちゃうんですよね。あ確かに、うん、そうそうね、なので同じようなこうサイズのフレームであっても、うん、メタルのフレームよりもこういうセルフレームの方が厚み自体は目立ちづらいですね、うんうん、この中に収まってくれる、うんうんうん、なので外から見た時の厚み、あとはその目が小さく見えてしまう、はい、こういったものを解消するなら比較的小ぶりなサイズでセルフレームで選んでいただくと、目立ちづらいです。そうなんですね、うん、例えばそれでもやっぱり大きいフレームが欲しいっていう方きっといらっしゃると思うんですけど、はい、うん、そういう場合はどういうところを見て選んであげたらいいんですかね。そうですね、それでも大きいフレーム、やっぱりかけたいなって多分いらっしゃると思うんですよ、うんうんうん、あとは例えばもし厚みが出てしまっても、うん、その薄く色を入れるだけで目の小さくなる感じって目立ちづらくなりますよね。あ、へえ、そうなんですか。度付きレンズにした時に、うん、まあ、例えば
15% とか 25% ぐらいの薄い色を入れると、うん、端の渦を巻いてる感じって、うん、外から見てちょっとこう柔らぐ、うん、その目立ちづらくなるので、うんうん、そういったアプローチもありだと思います。それはちょっと私もびっくりしました。色を入れるとそうなんですね、はい、うん、クリアの方が透明の方がよりやっぱりその渦を巻いてる感じとかって目立ちやすいので、うんうん、まあ、そのあたりはもあるかなと思います。ありがとうございます。じゃあちょっと最後もう一つ、はい、眼鏡の寿命を聞きたいです。寿命ってありますか、うん、替え時とか。これがなかなかこう難しいところなんですけど、はい、僕は基本的には、まあ、使い方次第なんですけど 4,5 年ぐらい。ああ、そうなんですか。を目安にお伝えはしてます。なんでなんですか。そのどうしてもやっぱり時間が経つとフレームの歪みとか、その劣化っていうのは徐々に徐々に進んできますし、うん、人間の顔にのせるものなので汗とか油が染み込んできて徐々にそのツヤがなくなって白くガサガサと変色してきてしまう、うんうんうん、でその白い変色って例えばそのうちでお求めいただいたお客様でしたらそのフレームの磨きに出せるんですね、うんうん、その専用の修理工場に、うん、その研磨に出すとツヤが戻ったりもするんですけど、うん、やっぱり仕事、うん、毎日同じメガネをずっとかけてらっしゃる方だったら、うん、1本のメガネをずっとかけてらっしゃる方だと大体の目安が 4,5 年ぐらいかな。でも使い方次第です。これはそのご自分でできるメンテナンスっていうのもあるんですけども、うん、やっぱりその1日例えば使ったら、うん、汗をかいてたらまめにこういうメガネ拭きで拭いて、うん、こう汗とか油を拭き取ってもらったり、はい、レンズもそのクリーナーだったりとか、うんうん、でこう綺麗にしてもらったり、うん、そういうまめなメンテナンスをすると寿命ってどんどん長くなります。1本をこうずっとかけるっていうよりは2本、うん、3本使い回してかけていただくとやっぱり1本のフレームにかかる負担は減るので、うんうん、そうすると寿命ももうちょっと長くなってくるかなと思います。プラス定期的なメンテナンスだったりをするとやっぱりどんどん長くなってはくると思います、うんうん、まあ、素材だったりその構造によっても正直、うん、あとは度によっても変わってくることなんで、うん、一概に全部それっていうわけではないんですけど、はい、大体の目安はそうかな。あ、はい、そうなんですね。でも例えば何かこう不具合があったり、うん、壊れちゃったりとか、うん、なんかその汚れとか、うん、変色とかっていうのもその治る場合もあるので大事なのはやっぱりその自分のその信頼しているメガネ屋さんに定期的にこうメンテナンスだったりその見てもらってこれどうかなっていうのを、はい、はい、その気軽にその聞いてもらえるといいかもしれないですね。確かにそうですね、うん、そういうこうやっぱりちゃんとしたそのしっかりしたメガネ屋さんだったら、うん、そこでこう何かあったら見つけてくれると思うので、うんうんうん、はい、そういうなこう不具合を、うんうんうん、それが一番いいと思います。ありがとうございます。すごいいろいろと勉強させていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆様いろいろとお話お伺いできたと思うのでぜひね、あの気になる方はこちらのお店行ってみてください。ちょっと私は今から選ぶのでちょっとお時間がかかるのですが今日は平井さんありがとうございました。平井さんありがとうございました。楽しかったです。そしてありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそです。YouTube チャンネルはあるとおっしゃってました。はい、ね、あります。はい、ということなのでちょっと概要欄の方に YouTube チャンネルはあの貼らせていただきますので皆さん気になる方は見に行ってみてください。ということで皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。また買ったのはご紹介しますね。ではありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ一旦この子は、まあ、またあの次シーズンということで、うん、これ戻ってきました。ガチャガチャしてどうしよう。これとかは違いました？こちらはちょっと違う。あ、そうっすね。でこっち一回かけてもらってますか？もちろんです。すいません。まあ馴染んではいるっすよね。馴染んではいるけど、うん、まあデュポンかな。あ、でもまあ、うん、でもそうやっぱいいっすね。こっちの方が多分自然な感じ、うんうん、ツーブリッジの中で一番こう馴染んでる感じはあるっすね。あ、確かに。うん、あ、これは可愛い。闇がないっていうか。うん、うっすね。浮いてはない。いい意味で粗さがありますもんね。うん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 。今髪の毛が茶色いっていうのもあるんですよ。黒になったらまた変わるでしょうし。こ
黒でもかっこいいですね。そうですよね、黒だと多分もっとかっこよくなるんだろうなと思うんですけど、この角度がマジで超いい、うん、おこのなんかクラシックさとかトラディショナルとか、キノコちゃんが似合ってるからちょっとムカつくから変わったかな。なんでそんなムカつくとか言うんですか。キノコちゃんマジで似合ってる。本当に、うん、本当めっちゃいい、この角度僕はめっちゃ好き。こっちがこれ色違いですよね。あそう、でこれ多分シンプルなシルバー、うん、そうそう、うん、これもマジでいい。